バイト行こう成人のショー。今日はバイトの子がちょっと高いところからネットに載せて全国民へ主張を言ってもらう。バイト歴2年目の、京介と言います。よろしくお願いします。まあなかなか言えないことがあって踏み込んでもうちょっと言っていきたいと、思います。僕は飲食店でバイトをしています。そこでなかなか言えない愚痴を言いたいと思います。ラストオーダーギリギリに入ってくるお客さん何？あ、いるよね。これは本当にやめてほしいです。飲食店でバイトしたらわかると思う。ラストオーダーギリギリに入ってくるお客さんへの憎しみがここまで出てきます。絶対にやめてください。でもいつもご来店ありがとうございます。そこはちゃんとしてるんだ。ありがとうございました。